皆さんこんにちは、ワダルグルビッシュです。今回はギレの野望アークシズの脅威 V、 ネオジオンシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。前回から少しだけ進めています。具体的にはベルファストを攻略済みということにしてあります。今回はいよいよですね、ジャブロ制圧作戦、これを発動して、攻略を完了していきたいというふうに思っています。では早速始めていきましょう。では部隊をジャブロー周辺へと集結させていきます。ではご覧のように包囲網完成しましたので、部隊を突入させていきたいと思います。まあ、最後のお決戦にして最大の戦いとなると思います。ネオジオン68、連邦57という戦力比率になっています。さあ、どれほどの敵がいるかというのはちょっとわからないんですが、まあ、やや不利な点としてはですね、こちらは上陸するというところで、まあ、拠点を確保しながら3方向から攻め込むということなんですね。まあ、包囲しながら進めるといえば聞こえはいいんですが、逆に言うと括弧撃破の対象にもなりかねないというところはありますので、まあ、慎重にですね、部隊を展開していきたいと思います。ではまず部隊を展開していきましょう。で、今回の決戦に当たるにあたってはですね、まあ、ドライ戦みたいな宇宙で待機していた機体も使います。なので、まあ、戦力的にはです、まあ、わずかにネオジオンの方が有利かのようにも見えるんですけども、まあ、その実ですね、ちょっと旧式のモビルスーツも混ざっているというのも、まあ、現実としてありますので、まあ、あの見た目の戦力ほど有利ではないというのもあるかなというふうに思います。シャアのサザビーはですね、ユーコーン、まあ、潜水艦ですね、これに乗って、このマップでいう右側から侵入してもらっています。敵が早速近づいてきましたね。まずは前衛に展開しているズサの射撃戦になるかなと思います。で、モビルスーツ隊との交戦はどうやらシャアのいるこのエリアが戦場になりそうですね。なので早速シャアを出しておきましょう。ここはシャアとクエスの キュベレンで、まあ、支えてもらいたいなというふうに思っています。あとは長期戦になると思いますので、傷ついた機体はしっかり回収してですね、次の戦いへと備えたいと思います。徐々に包囲網を狭めていっています。まだ引き続きズサを使った射撃戦を展開中ですね。次あたりからモビルスーツ同士の格闘戦に入っていくかなというところですかね。本格的に敵が進行を阻止する構えを見せています。ではここから本格的な戦闘へと入っていきましょう。モビルスーツの消耗はもう最後の、ね、ステージというところもありますので、あまり気にせずやっていきましょう。アストナージでしたね。ライルのエンドラが落ちるかもしれないな。あと、まあ、数は少ないですけども、水陸両用のモビルスーツもカプールを用意してあります。まあ、これは、海に面しているというのがありますので、まあ、念には念をというところを考慮した配置というところですね。では南から侵入したモビルスーツ隊は、ジャブロの基地中心部へと侵入をしてもらいます。今は、ね、シャアの本体が敵を引きつけているという状態なので、まあ、これを維持しつつ別動隊がね、しっかり敵を強襲すると、まあ、そういうイメージですね。セーラさんはですね、乗り換えてもらってます。ギラ動画の指揮官機ですね。ヤクト動画扱ってたんですけども、落とされてしまったので、ちょっと機体のランクとしては落ちますが、それでも指揮官機を用意してあります。クエスは先ほどご紹介した通りキュベレですね。敵がフライトシステムに乗っているということもあって、思ったより戦果が上がっていないという状態です。
ここまで射撃戦が続くとなると、もしかしたらズサをもうちょっと多めに用意しておいた方が序盤の戦闘効率が良かったかもしれませんね。レーンエイムがいましたね、今ね、一瞬。では本格的に敵基地中心部へと進行しています。まあ、このまま制圧できればいいかなというところですかね。だいぶ敵の数を減らしてきました。まあ、さらに打ち減らしていきたいと思います。まあ、大方の、戦いが決着つけばですね、まあ、あとは作業になるかなと思うんですけども、まだね、敵数は減ってきたとはいえ残っていますので、もう少し減らしていきたいと思います。ゼータ2ですね。ちょっとゼータ2は見ておきたいな。かっこいいっすね。このゼータ2に指揮官機に乗ったセイラさんが射撃戦で制圧したという、そういう戦いでした。これで基地中心部はほぼほぼ落とせたと思います。マフティコットハサウェイですね。これはギギアンダルシア、先行のハサウェイの映画版で出てきたのとビジュールはだいぶ違いますね。これはレーズン、まあ、主要メンバーが一堂に会する、大激突というところです。では残っている敵部隊を殲滅していきたいと思います。これで攻略完了になると思います。まあ、ズサが最初から最後まで大活躍してくれましたね。宇宙ではもちろんなんですけども、その地上戦でもその機動力もありますし、拠点をね、特に海をまたいで拠点を移動するときには、このズサ単独で移動ができたのも大きかったと思います。ではエンディングです。はい、というわけでシャーアズナブル編攻略完了です。これで、プレイしたスナリオの数が5個になったので、テムレイ編が解放されましたね。テムレイ編はぜひやっていきたいと思います。
というわけで、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。いや、この続きじゃないですね。また新たにテムレイ編をやるか、ちょっとまたね、別のゲームをやるか、検討して、やっていきたいと思います。